フランス代表 FW キリアン・エンバペが今季限りでのパリ・サンジェルマン、PSG、対談を発表した。2017年夏のモナコからの期限付き移籍を経て翌年に完全移籍で PSG 入りしたエンバペは、その後の7シーズンにわたってエースとして活躍。公式戦3 0 6試合に出場して255ゴールを挙げるなど、 6度のリーグ安制派を含む14のタイトル獲得に貢献してきた。しかし今年2月には、今シーズン限りで満了を迎える契約の延長オークションを行使しないことをクラブ側に通知したと複数メディアが報道。今回のフリーでの対談が濃厚と見られてきた中、エンバペは10日に自身の SNS で、みんなに話したいことがある。時が来れば話すと常に言ってきた。 だから今、みんなに伝えたい。今季がパリ・サンジェルマンでの僕のラストイヤーになる。契約を延長しない。日曜にはパルク・デ・プランスでのラストゲームが待っている、と報告した。さらに、25歳のストライカーは多くの感情がある。ここに来て多くの経験をして、フランス最大で世界でも有数のクラブの一員としてプレーできたのは大きな栄誉だった。 大きなプレッシャーとともに初めての経験を積み、偉大な選手たちとのプレーで選手としても成長できた。多くの人々と出会い、栄光、そして過ちも経験しながら人としても成長できた、など感謝を伝えた。今季、リーグ3試合とクープドゥフランス決勝を残す PSG は、すでに12度目のリーグ安制覇が決定済み。今回のレアルマドリー移籍が濃厚と見られているエンバペは、 12日に行われる第33節のトゥールーズ戦が PSG でのホームラストマッチとなる。